長友さんとにかく迫力ありますよね、はい、ありますよね。体の大きさもそうですし、もう見た入場してきた時の圧力みたいな、圧がすごいですね。2人とも入場曲、これなかなか雰囲気ありましたね。ありますよね。さあ両コーナーに分かれました。クラッシュ初出場、サウスポースタイルの元 SKKB スーパーヘビー級チャンピオンという年尾に対して、こちらビッグバンで頂点を獲得しています相高亮、28歳同士です。ラウンド1ヘビー級延長戦は1ラウンド用意されている3ラウンドマッチ。大家好、老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20-40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。序盤があって、やっぱりミドル取られた後には右の蹴りを返してっていう、やっぱりまずそこの攻防でね、こう遅れを取らないようにしてパンチにつなげたいんじゃないですかね。お互いローキック強いんですが、ここまで最初の1分でいきますと、ゆうやさん、年尾がミドルキック、はい、そして相高がローキックですね。そうですね、年尾選手が下がってる感じなんですけど、やっぱペースは似てる感じがしますね。この距離感をこう考えながら、技をチョイスしながら、面白い選手ですよね。そうですね、はい、これ精度は蹴り自体で見るとなかなか高そうです。青いグローブの年尾、もう一発バシーンという音場内に響いています。ここで距離を縮めてくる相高、赤いグローブ、右のフックはしっかりブロックして前に出てきます相高。ここはミドルキックをブロックして右フックへ。いやでも長友さん、常にこう初物といいますか、初顔の選手って楽しみですね。そうですよね、なんかどうなるのかわからない、その期待感がやっぱり高まりますよね。またヘビー級なもので、はい、ですね。そうですよね、まあ、6月のヘビー級もそうだったんですけど、日本人のこういう選手、はい、ヘビー級の選手がやっぱ面白いので、もう注目してます。お、右当たった。そうですね、はい、5月のクラッシュでは杉本仁志との対戦があった相高、そこでは一つつまずいてしまいました。柔道歴があって静岡県警の機動隊員へ、しかし立ち技へプロデビュー諦めきれず、そしてこうしてここまでやってきたというのが相高です。右を思い切り振っては年尾、左のミドルキック。今距離感、ゆうやさんどうですか。距離感は年尾なんですね。で、年尾が蹴って左ミドルを蹴って、相手が相高選手が入ってきたところ右フックを狙ってるんですね。ので相高は逆に振り回すよりも下を蹴っていった方がいいですね。中村さんが最初に言ったように、はい、左のキルをもらったら右のローを蹴っていくのが今は賢明だと思いますね。そうですね、左の蹴りもらってパンチでいくとプロデビューも多分狙い通りになっちゃうんで、はい、そこは蹴り返した方がいいですね。この展開だと、ミドルキックに気をつけながらですよね、うん、飛び込んで左、右を返したのはフックで空いたか、うん、近づいてくるレーゲボディ、強打がありました。しかしここで第1ラウンド終了です。ラウンド一発のボディーブロー、第1ラウンド終盤、赤いグローブの相高亮が放ちました。あれ聞いたんですかね、ともちゃんも相高のあの右ボディが好きだってね、はい、やっぱヘビー級の選手で前に出てあの右を打つってすごいなと思います。ちょっとこれ注目ポイントにもなりそうですね。そうですよね。あ、でもそれもあって警戒してか、これ間合いを縮めての青いグローブ年尾です。クラッシュ初陣当ててきますね。これで右、いや相高、今もうね、選手ミドル蹴れない距離なんで、これは多分相高選手のやりたい展開じゃないですかね。今は膝がありますね。ここで引き出し開いてきましたね。右ボディ、長友さんこれですね、はい、おを誇示します。2ラウンド KO 勝ち。その大きな背中、厚みと圧力が好きなんだもんね。わかるわかる、すごい右ボディからだもん。でも右ボディの左ストレートだもん。ボディ効いたよ。